星野大地は、岡山県岡山市出身の元プロ野球選手。実刑は元東京ヤクルトスワローズの星野雄大。1993年3月13日、岡山市で生まれた。岡山市立平福小学校で1年生から、ソフトボールを始め、小学校4年生時に野球へ転校。岡山市立福浜中学校に進学後。 南式野球部に所属し主に保守としてプレーしていた。岡山東商校に進学すると、2年時の春に保守から投手へ転校。秋に本格転校し、控え投手ではあったがリリーフとして中国大会8、強入りに貢献。3年時の春は、県大会優勝、中国大会4強入りと力をつけ、夏に期待がかかったが、岡山県予選準々決勝で敗退。 甲子園出場は果たせなかった。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議にて福岡ソフトバンクホークスから4位指名を受ける。年末のメディカルチェックで右ひいち腹人体の損傷が判明した。2011年、新人合同自主トレを1月14日まで参加した。1月18日に群馬県内の病院で、 右ひいち関節の内側側側副人体再建手術を受けた。同年はリハビリに費やし実戦登板はなかった。2012年4月2日、三軍の対理性社学園戦で9回から登板し1回を三者凡退に抑えて実戦復帰を果たした。5月3日、ウエスタンリーグ対広島東洋カープ戦に6回から2番手で二軍公式戦初登板し2回を投げ1。 失点だった。同年の2軍公式戦出場は、この1試合のみに終わった。5月12日に3軍の対抗地、ファイティングドッグス戦で先発して7イニングを投げに、失点に抑えた。最終的に3軍で22試合に登板し、42回、1、3を投げ防御率4.04、ホイップ1.51を残した。2013年、春季キャンプは、 B 組で迎えたが、A 組の紅白戦に呼ばれ、戦闘、中原めぐみ氏に支給を出したものの木所龍馬、金子圭介から三振を奪い打者三人を無失点に抑えてアピールした。開幕から2軍の守護神を務め、4月23日までの9試合12イニン,ングで、防御率0.00、ホイップ0.83、一生セーブと好成績を、 上げていたため4月25日に1軍へ昇格した。同日の対北海道日本ハムファイターズ戦で9回5点ビハインドから、クリーンナップを迎えて6番手でプロ初登板し、小屋の H を、ピッチャーゴロ、中田翔に、死球、ミチェル・アブレイを併殺に打ち取り1回を無失点に、抑えた。その後2度抹消され、6月28日に再昇格。 6月30日か5試合登板し、うち3試合で失点し8月2日に再び2軍、降格された。その間7月18日に秋田小町スタジアムで行われたフレッシュオールスターゲームにも出場した。9月5日に最を格して、同日の試合に出たが、無視3塁から3失点し、翌9月6日に2軍へ降格。1軍出場は7試合に終わった。 二軍では34試合に出場し16セーブを上げたが、防御率は4.85、ホイップ1.59だった。オフは、プエルトリコのウィンターリーグに派遣され、11月3日から12月18日までの16試合に中継ぎとして出場し、0勝1敗後セーブもホールド、防御率2.82、ホイップ0.90の成績を残した。2014年、 5月20日に一軍昇格したが、登板機会なく5月25日に抹消。8月16日に再昇格、対埼玉西武ライオンズ戦の2試合で、金差ビハインドから登板し、無失点と高騰。8月22日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、延長11回同点、クリーンアップからの場面に抜擢されたが、西12類としたところで7番。 今江俊明に投じたフォークボールが抜けて、サヨナラダを浴び、プロ入り初黒星を起死した。9月4日に2軍降格となり、同年の1軍出場は4試合に終わった。2軍では33試合に出場し、防御率4.20、ホイップ1.48だった。2015年、春季キャンプは A 組に抜擢、オープン戦でも4試合に中継ぎで投げ、1勝0敗にセーブを挙げたが、 開幕一軍登録とはならなかった。シーズン中は、右肩痛など度重なる故障に見舞われて、一軍登板はなく、ウエスタンリーグでもわずか4試合の登板しかなかった。2016年、オープン戦においての登板なしで開幕を迎え、今シーズンも一軍での登板はなかったが、ウエスタンリーグにおいて42試合に登板し、50回、2、3を投げ、 二勝三敗四ー分の成績を残した。2017年、4月に腰を負傷したため、一軍公式戦への出場機会はなく、二軍戦で六試合の当番、三軍戦においてもわずか八試合の当番にとどまった。十月三日に、球団から戦力外通告を受けた。くしくも、兄の星野の雄大も同じ日に、戦力外通告を受けている。戦力外通告後は、 野球からは離れ、岡山東商校時代に取得した情報処理の資格を生かし、ソフトバンク本社の社員として再出発する。2019年よりサンホールディングスのコーチに就任している。最速時速 151km で伸びのあるストレートを中心にスライダー、フォークボール、時折混ぜるカーブで攻めるオーソドックスなスタイルで絶対的に武器になる球種があるわけではない。 2013年の春季キャンプでは、チェンジアップを使い三振を奪った。2014年の秋季キャンプから小さく、縦に落ちる速いカーブのような変化球の習得に取り組んだ。気持ちを前面に押し出す投球が持ち味である。入団当初は先発への憧れもあったが、抑えとして試合を締めることに魅力を感じるようになった。ありがとうございます。